滝沢亮は、日本の政治家、弁護士、新潟県三条市長、新潟県南神原郡下田村出身、下田村立下田中学校、新潟県立三条高等学校を経て、2008年、一橋大学法学部卒業、2009年、司法試験合格、2010年、東京大学法科大学院卒業、2012年、 東京都内の外資系法律事務所で弁護士登録。2018年、三条市に姫さゆり法律事務所を開設。2020年9月25日、三条市長の国さら、はが衆院選出馬のため辞職届を提出。9月29日、元衆議院議員の土山正忠の公設秘書を務めた市議の名古屋豊が、国定の辞職に伴う三条市長選挙へ。 立候補する意向を表明。10月11日、滝沢も市長選への出馬を表明。同年11月1日、三条市長選挙が告示。同日、週刊誌が名古屋は市議時代、自身のチラシに小泉慎次郎の写真を無断掲載したとする記事を配信した。2013年、 当時自民党青年局長を務めていた名古屋は、衆議院議員の金子恵美の紹介で、議員会館で、小泉慎次郎と面談。名古屋は2014年4月の市議選に向けたチラシに、小泉の写真を使用し、特別対談という見出しを載せた。ところが対談の事実はなく、小泉側も掲載許可を出していなかったことが問題となった。名古屋は、週刊誌の取材に対し、 発覚後に小泉の事務所と自民党本部を訪れ謝罪をしたと証言した。11月8日の投開票の結果、滝沢は名古屋との一騎打ちを制止初当選した。当日有権者数8万1644人、最終投票率59.82%、AB 市長プロフィール、三上市、新潟、三上市長が、 辞職時期衆院選に新潟4区から出馬へ。産経新聞。https コロンスラッシュ www.sanki.com スラッシュポリティックススラッシュニューススラッシュ200925スラッシュ plt200925-n1 と html2021 年7月27日日閲覧。三条市の市長選挙に 私の公設秘書を4年間務めた、名古屋豊さんが、保守系無所属で立候補。11月1日告示、衆議院議員、土山沙汰、三条市議、名古屋と幼児が29日に、記者会見で、市長選立候補を正式表明へ。剣豪 .com。 http コロンスラッシュスラッシュ w w w k e n o c o m スラッシュ2020スラッシュ09スラッシュ28名古屋 html 2021年7月27日閲覧三条市長選滝沢良志が立候補会見市民のために k e n o .com http://www.keno.com スラッシュ2020スラッシュ10スラッシュ13滝沢 HTML 2020年11月9日閲覧小泉慎次郎環境省の写真を無断使用市長選候補が巻いた怪しいチラシの言い訳週刊女性 https://www.jprime.jp:/articles/192502021 年7月28日閲覧。三条市長、滝沢氏が初当選新人対決、名古屋市を破る。新潟日報。 https://www.niigata-nyppo.co.jp スラッシュニューススラッシュポリティックススラッシュ 20201108580061.html2020 年11月9日閲覧スノーピークと地元三条市が地域活性化で包括連携協定。健王 .com http コロンスラッシュスラッシュ www.keno.com スラッシュ2021スラッシュ07スラッシュ09協定 html 2021年7月28日閲覧三条ジャイアントババクラブの二代目名誉会長に滝沢三条市長 k e n o .com 2021年4月7日閲覧ありがとうございます